カットバセボールチャンネル、俺のカットバセ論。俺のカットバセ論。はい、今回もカットバセボールアカデミーでコーチを務めていただく方に、バッティングの理論を語っていただこうと思います。では自己紹介お願いします。はい、元 DeNA ベイスターズ、日本ハムファイターズ、やってました。現役15年、黒羽俊樹です。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、同級生なんですね。またね、もう前回も言わせてもらいましたけどね、そのマネのバッティング理論っていうのを、聞きたいなと思ってまして、ご自身は、2割2分やったと。でも、体で動かすんと、またこうキャッチャーから見てての、こう相手バッターの動きとか、そういったところでの頭での理論ってすごくあると思うんですけど、まず一番バッティングで大事にしてることって何ですか？タイミング。やっぱりタイミングなんだ。3分の 3分の 3ぐらい。今日誰いたんですか？と山本武蔵、で元ソフトバンクの小山君。まあ、タイミングって言ってもいろいろあると思うんだけど、このタイミングっていうのは、もうちょっと深くというか分かりやすくっていうか、言うと なんて言えばいい？まじゃあタイミング、間を大事にしたら打てると思う。いや、俺はあとはメカニック的な体の使い方、体の使い方、10の力で10の力を出すっていうのは、誰でもできるのよ。おで、プロ野球選手って再現性がめちゃくちゃ高いんですよ。おそれなんでかって、8の力で10の力出したりとかできるんですよ。おで、そうすると任意余力があるじゃないですか、その任意余力があるからバットコントロールができたりとか、別のところにそう、いけるんですよ。で、それもあと圧倒的に回数も練習の回数もやってるんで、10振って12になる人もいるし、 8の力で10になる人もいる、当然いるんですけど、で結局8の力で10出せたら絶対やるよね、なんで？そしたら来たボールに対してバットの入れる角度とか打つ方向とかを打球によって使い分けたりとか、っていうのができてくると思うんですよ。で銃で打ちに行ったら、ボールをバットに当ててしっかり振るのが精一杯だから、銃の力で銃はしたくないんです、本当はね。だから、もともとこのゴリラみたいなすごいパワー持ってる持ち主の人は、多分それ自然にやってるんですよ。8の力で銃、そう、8の力で銃で、現役の時のスイングとか見てても、めちゃ振ってんのよ。めちゃ振ってんだけど、りょうちゃんとかめちゃ振るんだけど、こう打席立って振り出した時にあんまり力感を感じないの。力感を感じないけど、このインパクトでドーンっていう強さがあるのよ。だから多分自分では気づいてることが分かんないけど、こっちからこのキャッチャー目線で見る時のそのネクストでポンって振ってるスイングと、ここで見えるスイングの指導って力感が全然違くて、違うんですね。だからそれがやっぱできてるから結果出てたんでしょうね。確かに僕はね、思いっきり振らないんですよ、打席とかでも。気持ちは、8割ぐらいで振ってるイメージなんですよね。だから本当バネが言ってることはもう全くその通りで、練習で8ぐらいで打ってる。練習は10で振ったり6で振ったりするんですけど、でも試合で10で振るとやっぱ確率が下がるんですよ。このインパクトの、ジャストインパクトっていうところのタイミングがずれるんで、やっぱ8ぐらいで振るっていうのができると。もう自分でコントロールするってことですか？そう、自分の体をコントロールできれば、ここにボールが来た時に対してこういうバットの入れ方をするとか、こういうバットの入れ方するっていうのをイメージしながら、その通りの動きができやすくなるんですよ、2の余力があるから、それをできてたんですよ。黒羽コーチから教わった野球ってなると、この8の力で10を伝える打ち方っていうのが学べるってわけですね。でもそれ高難度なんですよ。難易度が高いんで、教えてできるわけではないっていう。だからその感覚もあるし、
そのまずそもそもバッティングって地面だよって、うん、地面って一番力あるよね、うん、地面一番力あるところから力をもらって足首行って膝行って股関節行って、うん、胸行って肩行って肘行って手首行って最後バットだよねっていう、そういう使い方、その伝え方ができてきたら、うん、ここに銃で当たるよねっていう、うん、めちゃくちゃ難しいんですよ。難しいですね。めちゃくちゃ、それを分かりやすく教えるのが黒羽としま見してもらいましょう。見してもらいましょう。はい、基本的に、まあ、例えば、8の力で銃を伝えるバッティングっていうところで、うん、まあ、まず最初からそこは難しい。難しい。その前っていうところが地面を使うバッティング、ちょっと説明しながら。構えます、うん、構えます、タイミング取ります、うん、左足ついた時にまず、うん、あの、ま、最初に待ってたのが、はい、この、ま、ここの距離、ボールとの距離が、うん、こうやってなって絶対飛ばないじゃん。おお、やっぱこうやって距離が取れてるから、ここから一発打つにボールこう、ね、うん、はい、うち、勢いよくこう当たるし、うん、でそれそこに行くまでについてから地面から足首、膝、股関節、胸で肩、肘、手首で来て、でここのインパクトを迎えたいわけよ。うん、こうですね。そうで、結局足使えない子だと、小学生特に構えて打つときにこうなること、うん、まずこの ここの骨盤がですね、左半身の骨盤が開いちゃうんですね。開いちゃう、開いちゃうから、もうここから手でこういかなきゃいけない、うん、そうなると 10の力で多分8とか7とかしか出ない、うん、これゴルフやったらいいスイングなんですかね。そうなんだよ、左の骨盤で開くのがねでも野球は左の骨盤閉じてこなあかんから、そうそうそう、逆なんだ。ここがクッて開いたらダメなんですね。クッと閉じてこないといかない。そうそうそう、逆に今のりょうちゃん言ったけど、こうついてから逆に左の足をこっちに、こっちに向ける、うん、あのね、右足で溜めます、すきます、で右足に溜まった力を僕は大体あの内側でやってるんですけど、構えて内側に溜まった力をこっちの左の内側に移していくっていう、うん、体重移動ですね。で移してって、でこっち側でブレーキをかける、うん、でブレーキがかかるからここが勝手に走る、言うたらついてくる、チャリンコをバーってこいで、うん、前輪だけピュッてブレーキ踏んだ、ブレーキしたら後輪だけポンって上がるじゃないですか、はい、あの要領なんですよ、イメージ的には。うん、分かりやすいっしょ。分かりやすい。これをできるようになれば打てるってことですね。そうだね、力は伝わりやすくはなる。おお、まずだからここの、こっからここの体重移動、うん、でこれがこうなるのかこうなるのかで、うん、同じ振り方してたら多分飛距離は変わってくる。そういうことですよ、と思います。そこのところを教えてもらえますからね、はい、ぜひ来てください、神奈川で野球をしている子どもの皆さん、ぜひ黒前俊樹に教えてもらって、骨盤の開きと閉じ、下半身を使うっていうところを学んでいただいて、皆さんも飛距離を伸ばしていってください。で、それでは、はい、神奈川の、または関東の子供たちにメッセージをお願いします。多分言うことはレベル高いと思うので、ちゃんと野球 IQ を上げてきてください。おお、そしてそしてチームの、チームの中心選手になってくださいということでそれ俺が言ったからね、言ってくれ言ってくれマネ言って、それでチームの中心選手になってくれるように、バシバシいきたいと思います。はい、